全然関係ないんですけどね、あのポン酢とかの最初の開ける蓋あるじゃないですか。これがね4色揃ったんですよ。4色、まあどうでもいいんですけど。はい、お疲れ様でございます。今回ねちょっとあのかぼちゃとふなしめじが余ってるんでね、ちょっと煮物を作っていきたいなと、そういうふうに思います。煮物にねきのこ、かぼちゃの煮物にキノコとふなしめじ入れるかどうか、これは審議ですよね。これは、はい、テキスト125ページ、あ、なんか逆光で見にくいな。79番、かぼちゃの煮物、これをちょっとこしらえていきましょう。なんかごちゃごちゃ書いてますけど、こんなもん適当や、適当に作る。まずかぼちゃを適当に切りましょうか。あ、また硬いんよ、硬い、かぼちゃ硬い。はい、ふなしめじも適当です。こんなもんぐらい使いましょうか。また余ってくるやん。きのこはね、あんまり洗ったらあかんね。さっと。あ、石突きの部分は先に切りました。適当にこうほぐしときましょうか。はい、そしてこの丼の茶碗の方にかぼちゃをセットします。かぼちゃとあとふなしめじですね。はい、こんな適当です。はい、ここにまずこのめんつゆですね、 うどんとかにいけるつゆ、これをだしをちょっと入れます。ちょっと入れすぎたかな。そしてみりんも適当ですね。こんなもんですか。みりんと料理酒、こんなもんなくていいと思うんですけどね。あとは醤油ちょっと多めですね。そして胡椒を適当に入れましょうか。はい、ちょっとなんかね醤油が足りんような気がする。もうちょっと足しました。ちゃんと作る場合はね、ここを見ながら測って、計量カップで測ってください。そしてねクッキングシートを適当に切って、この落とし蓋にします。そしてこの上からアルミホイルですね、アルミホイルを、もうちょっと短かったか。そしてこの水タンクの方をセットします。そして先ほど準備したこの容器を角皿ですね、この鉄板に乗せて、そしてメニュー選択検索79番ですね、79番決定。あ、かぼちゃの煮物が出てきましたね。これで決定。水タンクをセットして、画面の内容を確認してスタートキーを押してください。はい、スタートを押します。仕上がり具合の変更ができ。でらいことや、今顔映ってたか。顔が映ってたか、カットやない。やべ、テレビ見てたら完成してました。だいぶ過ぎたかな。これは熱いな。やっぱ熱いな。ちょっと熱いですけど、熱いな。はい、ああ、なんてことや。落とし蓋が、ああ、こっちにありました。お、これ皿大丈夫か。皿大丈夫か。耐熱皿でしたね。こちらの四角い皿の方に移しときましょうか。いや、完成してるな。ちょっと水分が少ないな。危ない、崩れる。あー、なんてことや。盛り付けが大事。味より盛り付け、いや、そんなことはない。味の方が大事や。何を言ってるのに、さっきから何を言ってるのに。はい、軽くインサート取っときましょうか。そしてこれは今回は食べません。マジで食べません。まだね、あの夕方の5時なんですよ。ちょっと早すぎる。再度温めて食べていきたいなと思います。はい、こちらですけどね、だいたい50分ぐらいですか。鍋で、圧力鍋で作った方が早いなと思ってますけども、まあ調理がね自動でできるっていうのがありがたいですね。はい、こちら切っ
定をお任せ通り、メニュー番号を押すだけでできますのでね、一回作ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。